そんなの気合入ってねえよと気合入ってねえそう婦人会今日ありますか。そうだよね、婦人会じゃなくて今日は豆苗になります。豆苗の方がいいじゃん。豆苗だったら俺も欲しい。豆苗で、はい、俺も豆苗ください。うわこれ超うまいね。大体ありますか。あります。交際者と追っかけないよ同時にいけるこれはさ、結構こんぐらいで厚み、で厚みもそんぐらいだった、はい、まあ、小さくともこのマッチ箱ぐらい、この厚みある。下手したらでもこんぐらいあったな、うん、これが一回り小さいぐらいかな。いやでもすごい分かります、追っかけるって分かります。でだから絡む量が、タレの絡む量がこっちの方が多いんだよね。そうですね、うん、任せますん、俺もソースってどういったソース。スープに醤油だれと、スープと、はあ、思い出したよ俺。なんかね、確かにきくらげ卵、あれ違うメニューだったじゃないですか。開けてもちょっと返してもらおうかな。いや、なんかね、卵白だけのふわっとしたやつがまた別個に乗っかってたような気がしたんだよ今。ごめんね。だからそっちが分ける用の方にしたのかな。なんだろう、なんだろう。うん。あ、まあ、今日はじゃあジョン君なりにちょっとお願いします。僕今度記憶をちゃんと整理してきます。はい、わかりました。だけどそれかなり初期だよ、2000年ぐらいだ、14年前ぐらいだ。無理ですね、僕ここに来てもない。ちょっと今何歳になったの。もう何歳になったの。37です。え、マジで見えないっすよ、全然見えないっすよ。37です。本当、はい。こう来た時何歳だった。身を切った時は28かな。うん、そっか、初回来ていいよ、はい、5、6年ぐらい、はい、ここは。あ、そう、はい、あ、そんなもん、はい、そっかそっか。あー、でもね、ジョン君が来てくれて本当に野茂さんが助かったと思うよ。だってそれまではでも逆に野茂さんが何もやらせなかったとは言ったけど、うん、やらせられる人がいなかったっていうのも事実よ。だけど結構最初の頃はでも本当何もやらせてくれないでしょ、全部野茂さんは自分でやっちゃうもんね、はい、俺も結構そういうとこあったのよ、結局やることを分けちゃってみたいな、はい、はい、仕込みさえ自分でやろうとするみたいな、うん、ていうかそこ自分じゃなくてできないって決めつけてるからね。でもさ、要はさ、できるようにさせてあげたいわけだし、そうじゃないと自分がもしもの時とか困るし、それが自分が死んだ後、うん、ね、僕ですね、そうじゃなくたって、そもそもお手伝いさんなんじゃないんだから、うん、弟子とかそういうのだったら、いらっしゃいませ。そう思うと、はい、はい、枝国くんがすごいんだよ本当に。こちらどうぞ。枝国くんがすごいのはレシピを教えてあげるとかそういうんじゃないんだよ。外ですわ、考え方を中は禁煙になるんですが、あ、中禁煙、
下のやつに教えてあげるんだよね、はい、教えてあげるっていうか、ヤクルト人たちは考え方を身につけていく、はい、そうです、姿勢であったりとか、例えばでも江田君のところだと小さい、まあ、全てだよね、どうぞ大丈夫、だけどメニューのレシピの考え方とか、その例えば全然江田君が考えたメニューじゃないのに江田君が考えたっぽいねって、はい、いい意味でね、いい意味でね、うん、あのその発想とか丸っことかじゃないんだし、同じメニューは二度出すことはないって言ってるやつだから、毎回新しいもの。じゃあ来月のデザートお前考えろ。デザートから入る。あ、生ビール。はい。もうデザート来月でもう1ヶ月も一番宿題でも頭にぐんぐんになるからね。メイン任されたやつなんてもっとすごいよ。でも大体メインは枝君が考えるだろうから。だけどそういうのが和食の世界は追い回しからさ、こう段階があるじゃん。鼻板、向こう板、味方、焼き方とか、だからその子ができることを頑張ればできるだろうっていうところになったらこう任せない、それまでメニュー考えるなんて言ってもらえるとも思ってないわけだし、でやりながら江田君は京都なんだけど、パリにお店を今出してパリにいるんだけど、本人はでもそれパリの超大変だったのよ、パリの物件って借りるの大変で、あ、そっちどうすね、家賃安いんだよ、家賃安いんだけどその権利を買うのに何千万でかかるんです、ちょっとこれバリバリ食べちゃって、はい、それぞれのてめえのレンゲで、はい、失礼します。ここ外れないからね。もうそういうことでしょ。いや僕正直今日来るときにマスさんに紹介してもらうお店だったら間違いないんだろうなっていうのは全く思ってましたね。ナンバーワンですか。はい。全部がマイク・タイソンのパンチみたいな。ボンッてくるから。ボディにゴンッてくるやつですよ。いや顔面だよ。しかも左フック3連発とかタイソンのやばいよ。あんなの打つの不可能だよ。っていう感じに来るから。ちょっと待って、うかつだった。あ、今いくらげ卵だね。はい、集中しよう。集中しようと言って。いやこれすごいな。なんかさ、はい、本来は今日は前と同じメニュー、この確認からって言ったから、そんなのもう十分。チャーシューですよね。だけど俺はネギチャーシューですね。俺も久々なんだ。これですか？はい、ネギチャーシューですね。チャーシューです。はい。あ、すみません。これもう一回ください。同じもので、はい。じゃあ、イカの台風…あれはあれは奄美の…台風炒め、はい、奄美のドックスノーズ、奄美のドックスノーズ、何ですか、あの、黒糖焼酎、おお。ネギ油だけ、あ、黒糖焼酎は普通の焼酎と違ってさ、25度じゃなくて30度と40度じゃない、はい、で昔は八重線って泡盛でもやったの、そう、八重線は本当ボディーブロー、八重線ビール、はい、ガーンって言うの、八重線ビールはボディーブロー、で奄美ブラックっていうのが、奄美ブラックここには今ないけど40度なの、カミソリアッパーみたいな。今日は休館日、昨日は休館日したんですか。はい、酔い方が、そんなの決まり方が、決まり方が。団体の酔い方ですね。
体育科の体育炒めとおすすめなんですか。おすすめはそうですね、純レバー炒めが、はい、私が食べるとダメでしょ。これダメだ。今カリフラワーですか。カリフラワーです。はい、はい、こういった営業トークはロボさんにはありえないから。もう味で分からせるみたいな。ロボさん基本的に喋んねえし、喋んねえとは言わないけど。なんかお願いします。はい、で出して食ってこっちがのけぞるじゃん。あ、食った人が、はい、うおってなりますよね。おいしいですとか言うじゃん。ほんとはニカって笑うだけで何にも喋んない。いやー、職人ですね。ほんで、ベンジは毎日手書きだったんだよ、前まで、はい、日替わりで、はい、いや、ずっとそう、はい、アメリカも日替わりだったもん。ベンジ、毎日手書き、はい、日付振って、イカの台風炒めとカリフラワーで、ここはなんか米、お米の袋、はい、はい、じゃん、あれにマジックで、毎日書いて。これね、まず担々麺とチャーハンは最後に絶対行かなくちゃいけない。行かなくちゃいけないですね、これ。それを考えて、はい、一旦止まっとこうと思った。はい、シャンチャイサラダってある？シャンチャイあります。お願いします。シャンチャイサラダ、うん、シャンチャイサラダ。いや、基本的にもう嫌いなもんないんで。あ、本当？はい。ここのはね、ここのシャンチャイサラダマジでガチガチにうまい。ガチにうまい。こればっかりは俺が大好きなお店だけど、あの琉球チャレンジ玉、玉よりもはるかに美味しい。っていうか、シャンチャイ 100% だからね。他のマジでない。あ、でも最近ブレンドしてんのかな、わかんない。来てみなきゃ。何しろリニューアルだからね。いや、単勝と八角の使い方が劇的に上手だと思って。野茂さんの弟子だったら、野茂さんって人は本当そう、もう山椒と八角使わせたら、ほんと食いたいとこじゃないんだよ。さすがすごいなぁ。でもすごい仕事ですよ。野茂さんプロじゃないんだよね。素人なんだよ。あー、もうちょっと料理人じゃないんだよ。なのにやっちゃう。でも自分でやったのはここは初めて多分。そう。あれなんですかね、やっぱこう調味覚もさることながらもやっぱ、うん、センスがまあですよね。もう本当センスですよね。アメリカの場所決めたのも野茂さん。三平さんって人はオーナーの建築家だったんだけど。あのミーハーだったから、青山の戸建てが借り貸しに出してるんだけど、どうもそこのお店がないみたいな。ダメ、サンペちゃん絶対ダメ。なんでだよ、じゃあお前どこいいとこあんのかよ。ない。よかったらいいから待ってって言ったら、ノボさんがある時、サンペちゃんあった、はい、そこ、あ、どこ、西麻布、大山に近い。でやるとしたら入り口は非常階段、裏側。ここは2000円よって言ってくれるんじゃない。さっきしてこれでもう、それでできたのか、はい、